11月13日、衝撃的強さ、衝撃的存在感、超劇的ドラマチック、全ての想像を超えたバトルが今始まる。迫力、破壊力、戦闘力の超ヘビー級頂上決戦。さあ、ヘビー級の頂点に立つのは誰だ。あっと、フランキーのストロングハンマーがオープニングヒット。すかさずイワンコフが顔面成長ホルモン、巨大な顔が連続コンボを決めていく。これはホラーだ。さらに必殺技ヘルンのウィンク、相打ちか、競り勝った。タイミングよく Z とタッチ、バトルスマッシャーでガード、バージェスのタックルもかわし、渾身の右腕が爆発。追い打ちとばかりにウーシーに乗り込んだ。起きて破りのライディングがバージェスを襲う。Z が叫ぶ、必殺黒腕ラッシュ、決まってしまうのか。なんとここでオーズの超巨大な拳、うわー、ピーカも極大な手で握りつぶす。戦いはわからない。全員主導権を握ろうと回避攻撃でランブ、巨体に似合うスピードだ。おっと、怪力のバージェスが連続コンボから Z の巨体を軽々と放り投げ、好き放題だ。ここで怪力レスラーと改造人間コンビの合体技、コロシアムが揺れ、チンジャオの頭突きで崩壊した。瓦礫の中でバージェスが担ぐ、イワンコフ暴れまくって脱出。しかし攻撃に耐えたフランキーに捕まり投げられた。間髪入れずにバージェスの波動エルボー。バトルは佳境に入っていくのか。ついにフランキーが吠えた、ザ・キング・アイアン・パイレーツ。合体ロボさながらにドーンとフランキー将軍登場。画面上をド迫力のジェネラル重みが蹂躙していく。テンションが振り切れる大迫力バトル。ヘビー級ナンバーワンは誰だ。激戦の行方を見届けろ。